あ、そうだそうだ。あ、俺でも見たのか。確かに釣りの日が辛いんだ。あ、そうだ。あ、そうだ。ずっと立ってたでしょ、こういうマンボールで。なんか、某脱原発 の、 あのメーリングリストで、某ゆうらんちゃんが、はい、ゆうらちゃん、ゆうらちゃん、はいはい、あの、最終処分場をどこにしたらいいですかみたいな問いかけをしたんですけど、まあまあ、まともに答えられる人がいなくて、なんかまあ、ある人は、その東電の敷地に、もう誘致したんだから、それぐらいの時には、おえとか言ったけど、やっぱり誘致したって言っても、ここは日本語が来てくれなかったって人たちもいっぱいいるし、下まで巻き込んじゃうのは、もう誰も答えが出せなくて、最終、ね、どんな頭いい人もね、最終処分をどうしたらいいかって、あそこですか、あそこに置いちゃう、あの地下に。ここでもいい。ここでもね、ここでもね、テント撤収して、ここね、ここね、ここで処理しよう。いい、いいと、いい、いい、いい。ね、ここで。この処理って別に来たくは、来たわけじゃないですから、僕らね、止まってくれればね。そう、今から大丈夫だよね。そういう、無責任な脱原発の歌を歌います。いや。恋の歌。
Thank you.
唱。大合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 唱。いい、でもいいね。やっぱ改めてメロディーいいですね。ね、みんなで歌いたい。歌いたいですね。皆さん、今度来られる方は、オアシスね。そうだね。じゃあオアシスって、ね、みんなで歌うバンドですからね。結構すごいです。大合唱。すごいです。大合唱。本当ね、大合唱。大合唱だ。うん。あれ見に行った外人のさお客さんとかさ、いた、うん、そう外人のお客さんとかさ、音痴なんだけどすごいでかい声で歌ってみんな歌ってるの、すっごい音痴なんだけど歌ってんですよ、お兄ちゃんが歌ってるじゃないですか、うん、まあ、なかなかね、まあでももうやらないからね、やらないだろうね、兄弟喧嘩もう長いね、兄弟喧嘩は一応仲直りしてるんでしょ、でも、あいつとはもう一緒にやれねえって、バンドはできない、バンドはできない、バンドはできない、それは無理って、ありがとうございます、素晴らしい、では松田コンテンツ。